備だ。時間ぴったりだ。さすがですね、桐生さん。ようこそブリーチジャパンへ。よく言う。この場所がお前の隠れ蓑でしかないとはいえ、殺風景が過ぎるんじゃないか。わざわざここの実態を調べに来るやつなんていやしません。それにパレカナとのビジネスが長期的に続くとは鼻から考えちゃいませんから。何？もうご存知でしょう。ネレ島での核廃棄物処理は実際のところただの不法投棄です。穴のキャパは遠からずいっぱいになるし、海洋汚染も始まるでしょう。そうなればいかに各国の上層部を抑えていようが、事の露見は避けられない。ブライスがどう考えていたかは知りませんが、あなた方が命がけでネレ島の真相を暴こうが暴くまいが、計画の失敗は既定路線だったんですよ。ふん、強がりのつもりなら、なんであんたはこんな真似を。俺の野望は最初から破綻しているんでね。海老名、沢城はどこだ？ここにいるじゃないですか。沢城、海老名、てめえ。何をそんなに怒ってるんです。この男はこういうことを他人にやってきた人間ですよ。何度も何度もね。目には目を、歯には歯を、俺は当然の報いを与えてやったまでです。もちろんネレ島に送る連中にも叱るべき報いを与えます。なんでお前はそこまでヤクザを憎む。調べはついてるんでしょ。俺の母は氷川興産組長の娘、氷川百合子。そして父はお察しの通り、荒川真澄です。氷川組長の意向とは関係なく、母は荒川に惚れていました。一方で母は荒川に意中の女がいることにも気づいていた。だからこそ荒川と結ばれたことに喜びと同時に強い罪悪感を抱えていました。それでも子供ができれば荒川も情が移って心変わりするのでは。そんなことを期待していたようで。そしてお前を見ごもった。ええ、だが妊娠が発覚する前に氷川は荒川の逆鱗に触れ、組は壊滅。母はもともと体が弱くてね、俺を産んだ後女で一つの育児に疲弊して大病を患った。ヤクザの絆は血よりも濃いなんて綺麗事を抜かしていた子分連中は、そんな母のことなど見向きもしなかった。氷川が死んで組が潰れたら、さっさと別の組に鞍替えしていきましたよ。なのに。どうか組のみんなもお父さんも恨まないであげてね。そう言って母は死にました。救いようのないバカだ。愛する男に裏切られ、父親にすら利用され、家族と嘘吹く連中には見捨てられたというのに。なら、この人が受けた報いは俺が返すしかないじゃないですか。海老名、お前の怒りを俺は否定できない。俺にその権利はない。時代こそ違えど、俺はかつて東条界四代目として
ヤクザのあり方を変えられる立場にいた。なのに俺はそれをしなかった。キリュウさん。だからといってこのままお前の暴走を見過ごすわけにはいかない。お前を止めることが俺のできる最後のけじめだ。ヤクザって存在の罪、その全部を俺が引き受ける。大きく出ましたね。ダグ、キリュウさんもう忘れた？あんたは抱え込みすぎだって。まったくだよ。さ、みんなで終わらせよう。だね。なら始めましょうか。キリュウ・カズマという男の終着点として、このミレニアムタワーはこれ以上ない舞台でしょう。ああ、俺もそう思っていた。行くぞ、キリュウ・カズマ。来い、エビナ。そろそろ蹴りつけましょうか。キリュウさん。キリュウさん。そんなんだから、この国のヤクザはずっと続いてきたんだ。あんたらはいくら引退しようが、解散しようが、元の鞘に戻ってくる。ヤクザだったという自分を完全に否定することができないんだ。口じゃ悪い悪いと言いながら自分たちを正当化する。偉いヤクザもんほど耳障りの良い未来を語り、戦う理由を探し続ける。惚れを生かしておいたらまた何をしでかすか分かりませんよ。一度頓挫したとしても、人類が生み出してしまったゴミを捨てるという計画は誰かがやらなきゃならない。この国の権力者たちは俺にそれを期待していた。俺をここでやらなきゃ、人類を救うためにヤクザを再利用するという未来は変わらない。ヤクザを本当にこの国の権力と決別させるには今ここで決断するしかないんだよ。光と闇の間で生きるこの俺をこの世から消し去るしかないんだ。分かってんのか、キリュウ・カズマ。エビナ、俺が言えた立場じゃないことは
百も承知で言う。お前が荒川を恨み、氷川を恨み、ヤクザ全てを恨むのはわかる。だが、俺やあいつらに償うチャンスをくれねえか。そのためには生きなきゃなんねえ。どんなクズでも生きることでしか人はやり直せねえんだ。俺たちは生きなきゃなんねえ。白でも黒でもない灰色の道を。だから海老名、頼む。お前も生きてやり直してくれ。あいつらを殺さないでやってくれ。頼む。俺が謝るから。そんなんじゃ許されねえことは分かっちゃえるが、俺が謝るから。すんなかった。キリュウさん、キリュウさん、しっかりして。キリュウさん、キリュウさん、キリュウさん、目開けんかい。キリュウ、キリュウちゃん、死ぬな、死ぬな、キリュウ。